サリーヘッドライン。本日は DJ ガッテンお店ピットフォールにてお届けするぜ。ヘッドライン、素敵な店っすね。おざす。ここ実はですね、渋谷原宿の真ん中ぐらいに位置する場所で、某お店だと FTC さんの近くなんですけど、そうです、ね、その裏路地に曲がりつつ階段を登ってくると現れるピットフォール、よろしくお願いします。ナイスな店なんですよ。ちょっと結構こういう活かしたグッズからオリジナルの T シャツとかも作ってて、見てください、よく見とけ。ぜひいらしてください。だいたい DJ だってるし、木曜日休みらしいんで、それ以外は常駐してるとのことなんで、ぜひ。あ、常駐はしてないか。常駐はしてない。常駐はしてない。言い過ぎました。でもパンパンフル営業中なので、ぜひ遊びにいらしてみてください。ピットフォール。ところでロードイターズ EP キャンセルしましたね。あ、キャンセルいたしました。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんていうけ、どういう話から始まったの。もともとは、結構実は長いですよね。そう、その鎖で、ロードイターズ EP っていう話がまだ決まる前に、さ、そうですね、ベッドで会った時に、ちょっとなんかガッテム君からビートサンプルを何曲いただいてて、それ弾いた瞬間に結構すごいフィーリングが結構いっぱいあって、確かに、で多分自分の方からガッテム君ちょっと先に一緒に作りに作ってくださいみたいな連絡を多分入れたのが一番最初だって気がするんですよ ね。もう3年前ぐらい、3年ぐらい前にあるんですかね。そこからこう火が回って、まさかの鎖で、まあ、レーベルは違うと同じ場所からの発信となって、ここにてジョインした感じですよね。そう、そう、あの曲に関しては、そうだ、去年の夏前ぐらい、夏前ぐらいですね。夏前ぐらいかな。ちょっとね、2人で途中、なんじゃちょっと途中ビートも変わって、そうだよね、今の曲に。最初、まあテーマは結構サクセスストーリーみたいな、はいはい、そうですね、作ろうっていう感じで話したりとか、なんか、まあ、ちょっと俺、友人不断だからさ、ご自分もそんなに最初そう投げてたビートよりもこっちの方がいいかなってなって、はい、今のビジョンリズアトラクションのジャストリーができたわけなんです。あれビートやばいっすよね。あらっす、振られるんですよ、あっち行っちゃこっち行っちゃ振られて、そうラコバさんの振られて、その中をこう泳ぐ感じでラップしてるんですけど、その、まあ、コンセプトが最初、まあ、今に至るまでのサクセスストーリー的なのをこう念頭にあって、でもその中でタイトルはこの曲実はロードエイターの方からこう決めていただいたんですけど、まさしくそのまあタイトル通りで、自分からのまあビジョンですよ、見てる日常のビジョンと自分を見てるビジョンからのそのビジョンで進んでいく展開を音と言葉の連鎖でこう重ねてった感じなんですけど、今回は自分の前作ってた作品の中からワードをピックしてもらって、スクラッチで僕は DJ カットにガッチクスってもらってる仕様に仕上がって、ライナーは DJ シンジっていうスクラッチの前のってのが超パイセンがいて、はいはいはい、はい、彼のスクラッチでやってもらったんです。あ、そうなんですね。そうです、あ、すごい、今それ初聞きだった。あ、マジで明るっすね。そうそう、カルチューやばいです。そう、まあ、もちろんボニーのラップもあったので、ラップがちょっとサクセスストーリーになってるかなと思いますね。今ちょっと入れた一つの、そうです、まあ、今に至るまで、まあ、ここから先も続くんですけど、自分の思い描いた妄想から行動して、それを想像していくあくまでのアクションをって感じのシップ。まあなんで、まあ詳しくは EP 聞いてもらって、そうですね、うん、ちょっとその辺感じてもらいたい。全然バースごとに表情全く違うんで、できそう、聞けし。いや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 、夢見ただが見るだけじゃ物足りないってやつ。
Hands up 気持ちよくなってきたぜ夜は長いからビーツとライン俺の夢はラッカーお前今も元気に笑ってんのかいあれから10年エミネバダイ悔しさもバイバイ楽しめるタイプ、yeah. 叫んでくれたホーミーおかげでワンデイでゲットプロプセンマニー大丈夫いいんだと思うよ空から力キャッチザドリームどうせ明日に忘れてんだろう痛い目見ても繰り返すやろ判断にすりゃ望まぬトラブルそれよりパーポーの花咲かそうよ一瞬で変わる空気地味た言い訳したところで負け犬の遠吠えくだらねえよそでやれヘイターズ EP 1月16日発売ピットホールで買ってくれた人には DJ ガッテムのソウルミックスもつけますお時間ある人はいつでも遊びに来てやってくださいよろしくお願いしますあの日の1993フューチャリング D.O. D.O.、ね、でこれまあそのさっき言った軸でメロディアスでちょっと高音のところを鼻にかけて歌うっていう意味ではまさにそうだねまさにスタイルなんだけどやっぱその D.O. の場合キャラクターだったりリリックのさ強さっていうのがもう同時にあるからすごい鎖グループ的なアーティストでもあるんだけどそこからこう何を引き出すかっていうところでのやっぱこの D.O. も聴きたいっていうところは見事に出したねこれはやっぱしかも鎖の事務所で話すようになったら地元が一緒のね、うん、そうそうそう、うん、まさかのエネタの大泉で、うんうん、まあ彼は本当にもう多彩というか、うんうん、彼も何でもどんなビートでもそうだね、うんうん、同じのままでいいっていう、うん、D.O. のままでいいっていうか全部そうだね、もうと今回のやレックして本当中学時代のこととか本当すっかり忘れてたけど、うん、超ありありと思い出したとかその D.O. とスタジオでやり取りしながら、うん、全然その当時は合わなかったけど、うん、同じ場所を通ってたって感じ、うんうん、だからその同じ場所の見え方こうも違うのかっていうのもねそうそうそう、うん、俺は本当ギターの入りの練習してて、うん、ライダー D.O. はカツアゲしてるんで、ね、公園にもね散歩に行ってるのとね襲撃に行ってるみたいなまあでもその当時からダンスしてたって言ってたし、うん、なんか本当ヒップホップとか昔から、うん、バスケやってダンスやってみたいな、うん、ね10代を D.O. が過ごしてたっていうのと93年っていうのがさ、ちょうど21年前だから、だから15、16の時でしょ、うんうん、いやだからね、この曲はね、すごい俺は好きなのはね、やっぱそのビジュアライズがすごいできるんで、うん、まあ、なんかこればっかりはもう俺だけかなとは思いつつ、うん、すごいジーンとくるっていうか、うん、いや、でもね、そうはね、俺はエコダだったんだけど、同じ時期に、まあ、それも練馬なんだけどさ要は、まあ西武線沿線の雰囲気っていうのはやっぱあるし、で石神井とか大泉とか、ねサッカーの試合とかによく行ってたから結構、でも俺もその D.O. がサッカー似合わないね言うんだよ、みんなあのね、缶に至ってはまだ嘘だと思ってたいや嘘でしょみたいなワールドカップで舞い上がってるミーハーじゃねえのみたいな感じで言ってくるんだけど案外6年間サッカー部でも俺も中学校の時サッカー部だったからあ、無視してそうだからそれを超えてった俺がいるっていう、うん、いやサッカー部だ似合わないね、うん、だから俺はまだね部活をね、うん、その真面目にはやってないけど、うん、行ってたからね、うん、ディオには会ってなかった、うん、そうだねディオはうん、その当時塾にまで襲撃行ってたって言ってた学校してるつもり敵対の学校とかじゃなくて もう塾にまで行ってるって言ってたから塾にまで行ってるっていうね、うん、すごいね、うん、
いや今本当に出会えてよかったから、うん、まあでもその音楽やることになってなかったらずっと関係ないままだもんね、うん、どう考えても、うん、どんだけすごい音楽一つでそういう交流があるっていう、うん、どんだけすごいなって俺いまだに思ったよ、うん、まだあるんだっていうね、うん、その音楽マジックみたいなね、うん、ブラックスワンからリリースされるリブロのギア、リブロの音楽がいろんなボーカリストと合体して作り上げた5曲入りの EP ギア。とりあえずいろいろな試みがなされてるんだけども、またもやまたもや鎖とブラックスワン絡むとマジで危ないということで、危ないといえば最も危ないこの男、デンジャラスドットオリジナルをフューチャリングしてます。 What's up の Yo あの日の1993 スタイル。そう、リブロのアルバムにはやっぱいろんな思いがあったから、うん、そういう話にもなったって感じですね。なんかあの意外なところでのお互いの人生をずっと戻ってったら、そう全然近いところで、うん、お互いの青春時代を送ってたっていう、そういう話、リブロと DO がね、同じ町の、うん、同じやっぱりこのなんだろうな、同じ志のやつだったっていうことですね、うん、それがその時はそれぞれ胸の中にそういった気持ちを込めてそれぞれやってたのが、セントブラックさんでここでついにガチンコであって、うん、同じ時代に同じことを考えてやってたやつっていうのがようやくその合流して表現として世の中にちゃんと発表するってところに行けるっていうのはね、結構美しい曲なんですね。これが運命的な形でございますね、うん、つまりこれが鎖グループのこの奇跡の起こし方の紛れもないこのね、実証できた一発という話です、うん、実際リブロが鎖のスタジオでDOと話すまで地元一緒っていう話は全く知らなくて、それでもしかもその練馬の人の中でもその練馬の中の同じ町の大泉学園っていうところで育ってる、まあ本当に年も一つしか違わない B ボーイだったっていうのは、まあこのなんだろうね、このいろんなムーブに乗っけてもらってたからこそこう出会えたことだし、つかめた、まあ受け取れた、でそういったお互い別々で歩いてきたドラマがくっついてまた新しいドラマにつながっていく可能性っていうのが、うん、鎖でこう活動していくといろんな場所でバンバン起こっていって、うん、で自分の人生とか音楽が豊かになっていく、そんな今のこの鎖の瞬間をパッケージにしたような曲で登場してくれた DO でした。イエーイ、要チェックね、聴いてくれ、聴いてくれよ。リブロさ、2人前から知ってるんじゃないの？だってリブロ大泉やね。そうそうそう、え、マジで大泉やね。盗んだバイクで走り出す夜の大泉学園と、ことだらけで家を飛び出したあの日のひょい、地球も止めて開ける扉、街の匂いを鍵に出た土俵、もっと刺激が欲しくて無茶繰り返すやんちゃ盛りと、教室中香るむせるくらい、体中振ったカルバンくらい、トリプル XL のワイシャツ、腰パンにブーツ、街のついたティム、あそこの地元のあいつは乗ってる、あそこの地元あいつが吹いてる、どこよりも俺らの方がそんな話が続くヒップホップ、後悔はしたくないから今夜も探しに行く夢のかけら、吐きだめからの叩き上げだとか、くだらない噂話だとか、この三つ編みや、このタトゥーや、この声、このフロー、この生き方、あからさまなあのディスすら全部含めて俺なんだ。で走り出す夜の大泉学園と、気に入らないことだらけで家を飛び出したあの日の表、自由を止めて開ける扉。